はい、さやです。ゆうこです。私たちのことを知らない方も多くいらっしゃると思うので、私のことを知らない方も多いと思うので、ちょっとご挨拶をさせていただけたらなと思うんですけども、去年2020年に、エンドリー・ケリーの Love Paradise ってアルバムが出たと思うんですが、まあ、その楽曲の中の1曲にクレープという楽曲の、ダンス制作 MV に、出演と同時に振り付けを担当させていただきました。で、彼女も、MV の方に出演しております。で、あとは、去年生配信ライブ見てくださった方々もいるかと思うんですけども、そちらの楽曲の、まあ、何十曲か、ダンス制作の方でプラス出演も兼ねて、はい、参加させていただきました。いつも感謝してます。ありがとうございます。で、今回ですね、まあ今日リアコに来てもらってるのが How to dance を、How to dance を撮ろうかなって思ってます。っていうのも、前回実はクレープの How to を、まあ、それこそリアコもいたと思うんですが、見てくださった方々もいると思います。で、そっち の, そのクレープ1曲だけは How to で、撮ってたんですよね。撮影はしてアップもしていたんですけども、多分1週間くらいでちょっと、私がエンドリー・ケリーの楽曲で踊りすぎて著作権問題がありますのでね、まあ、それは自分の問題なのでしょうがないんですが、アカウントごと実は消去されてしまったんですね。はい、なので、でもまあこれで別に、まあ、マイナスなことではないし、エンドリー・ケリーがね、私が大好きなブラックカルチャーだったりとか、いろんな人の耳に音楽が残っていくっていうことが、はい、一番大事だと思うし、はい、ポジティブな気持ちでもう一度ハウトゥーを残していきたいなって思っております。この間、私のツイッターとインスタグラムにちょっと、エンドリー・ケリーのファンの皆様だったりとか、あとダンサーの意見だったりっていう質問をちょっと投げさせていただいたんですけども、まあ、その質問が、まあ、新しくまたビデオを撮りたいなと思って、でその中の楽曲で皆さんに、私たちが踊ってもらいたい楽曲何かありますかっていうのを質問させていただいたんですね。で、それで、まあ、一番多かったのがソウルパワーと、はい、でソウルパワーはもうさっき撮りましたパッと、はい、作って、244分 の, その生配信ライブでやったものにさらにちょっとアップデートした感じ、ちょっとニュースタイルみたいな感じでヒール履きながらちょっと女性らしさ、多分おうち時間もすごい長く、本当今でも頑張ってる方もいっぱいいると思うんですよ。で、私たちもそうなんですけど、まあ同じ女性として、まあ、化粧もさ、もう本当にマスクしてたらここだけしか見えないじゃないですか。でもそれでもやっぱすっぴんだったらもちろん、まあ、肌の調子も良くなるし、女性としてはそれはそれでポジティブにもなれると思うんだけど、こうたまにやっぱりマスクを外してお家の中だけでもなんかちょっとポジティブな気持ちになりたい時ってやっぱ女性だからあるじゃないですか。こう男の人に見せられない時ももちろんあると思うし、で育児で頑張ってるお母様方とかもたくさんいると思うんです。でそういう時ってなかなかメイクもしないというか、お買い物に行かなきゃ、洗濯しなきゃ、ね、料理作んなきゃとか忙しいと思うんですよ、世の女性の皆様は。そうだからたまにはこうおしゃれして化粧バッチリで、でなんかちょっとたまに、まあ、ヒールはお家では履けないけども、でもそんな気持ちで女性のね持ってる美しさだったりとか、男性には男性のいいところがあるし、女性には女性のいいところがあると思うから、なんかそこをなんかもっとおうち時間でこう自分のそのホルモンバランスを良くしてあげるっていうのかな、なんか女性らしさをたまに出せる時間を作ってあげたいなと思って、そうだからソウルパワー皆様がやっぱり一番多かったの で, でそれを、はい、先ほど撮ったよっていうことをまずお伝えしますね。で、あともう一個は、まあ、リクエストがもうとにかくすごく多くって、
コメント以外にも DM くださったりとかもしてたんですね。でそれももちろんちゃんと見てます私で、リアコと集計して、で2番に多かったんですよ。なんだけど2番はあれはされてるですね。噛まないでください。大事だよ。なんかそうやって順位みたいなのもつけてて、あ、皆さんは、まあ、こういうのが好きなんだなとか、あとは男性目線、女性目線とかもやっぱり全然違うし、あとダンサー目線、私たちはやっぱダンサーなんで、ダンサーがやっぱ好きなビートとかもやっぱりあるし、なんかそういうところもちょっと客観的に今回見れたっていうのもすごく嬉しくって、でその中でまた自分たち自身でもこうなんかいろいろ模索していきながら、アップデートしていきながら、こうエンドリー・ケリーの楽曲をファンの皆様と一緒にこう一つになって、会えないけどもこうなんていうの、心の中で一つになってその曲を愛し続けていくっていうことってすごく大事なことだと思うのね。楽曲一つ一つの一曲一曲にこう愛を込めていく、皆様がリクエストしてくださった曲を私たちが愛すっていうのは、もう当たり前ダンサーとして人としてすごく必要だなと思ったので、はい、まず本当にありがとうございます。でその楽曲を、なるべく多く、はい、ハウトゥーしていけたらなと思っているので、ぜひ最後まで、はい、ご覧ください。言葉でここはこうで、ここは45度でとかやってるとめちゃめちゃ時間かかるし、多分皆さんも覚えにくいと思うし、難しいよってなったらもう見なくなっちゃうじゃないですか。だからそういうこととかもせずに、本当にワンフレーズワンフレーズ、例えばバターだったらこうバラバラバラうんぶんかかとか、絶対的に私の振りでリピートする場所を作ってるので、でそこのポイントを押さえて、で皆さんがもう強さんがライブをもしかしたらいつかまたやるかもっていう時にこうね、立ちでね、見れる状況下でも今はないから、もしかしたら座りなのかな、かもしれないから、座ってでもこうやれたらね、すごく一体感も作れるし、ステージに上がっているミュージシャンもうみんな嬉しいと思うんですよね。こうイエーイとかフーとか、こういうのとかクラップとか、そういうのはもう本当にみんな今日本でも世界中でもみんなやってることだけど、特にエンドリー・ケリーってすごい独特だと思うし、人がやっぱりなかなかやらないことをこう発信していったりとか、いい意味でモンスターの集まりしかいないと思ってるから、そういう個性にあふれてる人たちだからこそ、ファンの皆様だったりとか私たちもそうだけど、もう個性を出して出して出してなんぼだと思う。それから恥ずかしがらないで、例えばホットケーキ Your Butter とかもなんかやっていいと思うんですよ。 One, two, three, 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 three.でそれをこう一緒にやったらやっぱり楽しいと思うし、免疫力もダンスは上がるので、ダンスのいいところって言葉じゃない、動きだけでもう人と会話ができる。でこれはコロナ時代でも、コロナ時代だからこそダンスやるべきだなって私はすごく思っている。そうだから若い子、男女年齢差別なんかそういうこととかも関係なく、みんな一つになれる素敵な職業なんですね、ダンスって。そうだからそこを、あ、ダンサーの人すごいねじゃなくて、ダンスはもう表現力だからみんなができるものなんですよ、お金じゃなくて、中身の問題。そうだからそうやって一つになれるように、こう一緒に踊れる、なんかそういう時代が来たらいいなっていう願いも込めて、ハウトゥーを、そう今回はちょっと多めに皆様のリクエストにも、お答えして、何曲かピックアップして、今まで私が作ってきた楽曲の中から、やっていきたいなと思うので、じゃあそんな感じでちょっとねやっていきましょう。 Ready?
一番リクエストが多かったソウルパワーからやりましょう。今私が手を挙げてる方が右になります。でね、とにかくソウルパワーはとにかくもう手を力強く、上半身を柔らかくセクシーに、自分と相手のこうエネルギーをギブアンドテイクするようなイメージで踊ってみてください。で、足は左につま先が向くように、で逆も一緒、右向くときは右つま先が横に向くように。体は滑らかにこううねらすようにしてください。そんなに大きくなくて大丈夫です。タイミング的にはソウルパワーブンブンブン、そんなイメージ。パワーブン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 、そうで、上半身はこんな感じで大きくならないように、こう小さく小さくやった方が私的にはセクシーだなって思うので、でプラス首のここフェイスラインを見せながらやると、ちょっと女性らしさが出るんじゃないかなと思います。でこうやってソウルパワーで手を上げる時も一緒、大きくならないように小さく小さく。このうねらす部分は8回です。8回やってみてください。はい、次はEverybody Say Love です。このポイントはマイナスのこといらないものは本当にもう捨てて、みんなで力強く愛を持っていきようねって思いで、私的にはこれを作ったので、まあポジティブに変換しながら踊ってみてください。はい、で手は今こうやって映像流れてると思うんですけど、最後の、もう今流行ってると思いますけど、チョア、韓国語でラブですね。そう、小さい愛をまず見つけてみてねっていう意味で、はい、こんな感じで可愛くやってみてください。Everybody の時はこう2本指で横に持ってって、Everybody, boom, sailor, joa. そう、こんな感じ。で、プラス、ここに腰をつけます。まず右から。そんなにこれも大きくなくて大丈夫です。膝をね、こう横に振るようなイメージでやると、腰も勝手につくので、そう、まずは膝をブンブン振ってみてください。で、そこにプラス指を持っていく。Everybody. で、ブン。ブンの時は左足を思いっきり上げてください。で、このマッチョポーズはみんなで力強くねっていう意味です。はい。で、ここでブン、思いっきり。Everybody. 来たら、ブン。Yes.で、ここはセイラー。いらないものを排除して、ブン、ブン。排除してください。ブン、セイラー。で、2回目捨てるときに、右足が、前。ラー。ラーのときに、足を両足くっつけて。バーディ、ブン、セイラー。バこんな感じ。Everybody, boom, sailor, bam. さあ、ちょっと可愛くなんかやってみるといいかな。はい、次行きます。はい、次はハイブリッドファンク。ハイブリッドファンクは結構私的にはリリックの意味を大事にしていまして、強さんの思いをまあ力強く。パワーで結構踊ってますね。で、まずはファンキーポーズ、ファンクポーズ。そう。で、これの指はもう変えずにずっとやってます。ファンク、ハブリファンクのタイミングで、ファンクのタイミングで指をアップ。ハイブリッド。ファンク、タイミングはこんな感じです。で、こっから少し乗ります。
ここは自由です。もう一回 Lit Funk。 腕をしっかり止めないとちょっと格好悪くなるので、そう、腕にはなるべく力を入れてやってみてください。で、乗る乗る乗る、自由。そうで、ここポイント的にはその足を思い切り上げないと、そう、指が届かないっていう現象が起きますので、はい、なので足を思い切り上げてみてください。ブーンで、ここは乗る。そしたらグーベングーベンのところですね、ここは。はい、ステップ、そう、右左チョンで、反対も一緒、左右右左右左。はい、ブリッドファンク、乗る。はい、うん、グーヴィン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 です。はい、で、ここのところは思い切りグーで握ってください。力強く、力強く。うん。意外にね、この振りはストレス発散になるかと思います。で、足も、お家が壊れない程度に思い切り踏んでみてください。そう。ドゥン、グーヴィン、グーヴィン。グーヴィン、チャチャ、グーヴィン。はい。で、私的には、ちょっと癖で胸が入っちゃってますけど、胸は別につけてもつけなくてもどっちでも大丈夫です。グーヴィン、あん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 、ザ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 。ちょっとテンポ早く。ハブリファンク、ドゥン、ズン、乗る、乗る、そう、えい。グーヴィン、グーヴィン、グーヴィン、ツッツッツ、ハブリファンク、うんうんうん、ちょっと乗って、ヘイ、グーヴィン、グーヴィン、グーヴィン、イェーイ、ヘイ、こんな感じです。やってみてね。はい、じゃあ次、ウェディングファンクいきましょう。ウェディングファンクもすごい人気でしたね。はい、この楽曲作る時に、私的にはもうとにかくハッピーに作ったので、まあ、ウェディングにこだわらず、それだけにならず、まあ、みんなでハッピーにこうお祝い事とか、まあ普段でもそうだけど、なんかハッピーにこう分かち合えたらなみたいな感じで作りました。まずこれは腰が結構ポイントで、こうしっかり、そう、こうやってスイングしてください。足は肩幅に開くのがポイントです。そう、結構大きく、で、手は横からボンボン、横からボンボン、ダダダダ、横からボンボン、ツンボンボン、ツツツツです。はい、もし座ってね、会場とかにいた場合、ちょっとやってみました。ドゥンポンポンズン、ポンポンブ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 ン、いいですね。はい、で、次、左足を右足の後ろにかけます。ボンで、その時に両手を右足と一緒に持ってくる。右手を一周回したら2回ダウンします。ボンボン、足は右左右ですね、右左右かけたら、ゆうしながら乗る、ズン、ダウンダウン、チャチャ、ゆう、パパパパ。で、次が止まらないで、そのままつま先に乗ってから乗ります。タイミング的にはHappy me for meeting you, cha, cha, cha. こんな感じですね。
はい、座ったバージョンもちょっとやってみました。なんか飛沫が飛んじゃうかもなんで、そんなにステップはせずに、こう手だけでも、こうやってできたらいいかなと思います。でもし足もちょっと入れたいと思った時は、こうボンボン踏まないでつま先でこうやって踏めるようになると、はい、ちょっとかっこいいかなって思うんで、ちょっとやってみてください。ボンミリユーチャチャチャ、ハッピーミーファミリユーエイです。で次は手をクロスにこうやって書くだけです。その時、まあ、肩をこう前に出すイメージでやってみるとやりやすいかと思います。右手を前からですね、で向きとしては今みたいにサイド、右手が前に来るように持ってきてください。左手が前に来るように持ってきてください。はい、こんな感じですね。したらズボンをこうパンツを履くようにこう下から上げるイメージで、よいしょって持ってくるイメージでやってみてください。そしたらクラップ2回、タザ吐いてクラップクラップ、そしたら言う同じことです。で、まあ、好きなようにで、ここは乗る、吐いてクラックラップ、言うザザザ、はい、頭からいきましょう。Happy me for me and you and za 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 Happy me for me and you and za 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 Lucky me for me and you za 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 Hey Happy me for me and you za 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 Hi That I'm feeling you、もうノリですね。もうこのノリをずっと続けてる感じ。ザザザ Happy me for me and you ザザザ Happy me for me and you ザザザザ、こんな感じです。はい、座ったバージョンでも同じ感じでこうやって乗ってみて、でちょっと人に当たらない程度にこうやって小さめにやっても可愛いと思うんで、はい、こうやって小さくやってみてもいいんじゃないかなと思います。みれよーちゃ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 、はい、さあここの部分は円ビートが肝心で、声分えいえんたさMe and you, so. で乗り方もこういうとこは自由だから、もう自由に自由に、はい、ここは自由ね、自由、はい、ザザ吐いてクラッカー、 You and パパパパ、イエーイ、はい。で私の方向で難しいなっていう方は、白い T シャツの女の子ね、リア子、そう、この子をちょっと見ながらやってみてください。You, za, 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 za. Happy me for me and you. Up like you me for me and you. Yeah. Happy me for me and you. はい、私もこれ踊ってて結構気持ちいいです。za, za, good, and. で、結構コメントとかも、この振りかわいいですって言ってくださる方も多くって、すごい嬉しかったです。はい、こんな感じでやってみてね。 OK、 じゃあ次行きましょう。 I get about the word、これは結構わかりやすいとは思います。左手をまず右肩につけて、でこれの逆も一緒、右手を左肩につける、そう、これをクロスクロスでタッチするだけです。たら肩2回ボンボン、右肩からですね、右肩から2回上げて、そしたら上下になんかアロハみたいな指作って、
そう、これあんまり特に意味はないんですけど、うん、そう見えやすいかなと思って。I get a bottle word。 はい、全部2回ずつです。そしたらハンドルをこう回すようなイメージで、そう2回ブンブンって振ってあげます。左手は止めて、右手だけでハンドルをブンブンこうやって振ってみてください。 I get a bottle word。 はい、回す。横からも、うん、ちゃんちゃんちゃん、そうです。で左手ね、このハンドル回すときちょっと首あたりに置いてるとちょっとセクシーかも。はい、で足はこんな感じ、右足から踏みます。うん、これも別に大きくなくていいと思います。ザザザ、つま先が少しだけ外に向くようなイメージでやってみてください。はい、そうで上半身とこうやってバラバラにならないように、そう同じ向きで、そう腰と同じ向きで進行方向を向きながら、はい、やってみてください。進行方向向きながらね。で最後だけ前行きます。できる人はダウンアップ、ダウンアップ。アクセントは腰は左から左左。I get bottle word。 えーボンボンボン、もうこれをずっとひたすらリピートするだけです。 bottle word、 これがねサビの部分ですね。はい、 I get bottle word、 チャララララ、 I get bottle word、 はい、こんな感じ。はい、皆さんがもし会場に行った時にねこうやって座ってるかと思うので、うん、その時にまあできるように。はい、これもそうね、別に足ステップ入れてもいいと思うし、入れなくてもいいと思うし、どっちでやってても、まあ、かっこよく見せられると思います。でこれも一緒、そんなにブンボンボンボンの、うん、こう強く踏まないように、うん、そうそうそう、ダメねって、飛沫が飛びそうだからねって、ここら辺はみんなで気をつけていきましょうね、なるべく静かにっていう感じで。はいはい、チャラララ I get bored to work、 チャラララ、はい、こんな感じです。はい、次行ってみましょう。ホットケーキ、ホットケーキもすごい人気でしたね。人気の理由はもう剛さんがまず踊ってるっていうところですかね。はい、でちょうどそうですね、剛さんが踊ってる部分をポイントとして残しておきます。そう、ここのタイミングが Your Butter のとこですね。 Your Butter ツンツンツンとこです。はい、で足はつま先がこう外に向くようにしてください。でも腰が振られないようにまっすぐ、それがポイントです。で手は力強くプッシュプッシュオープン、シンプルイズベストですね。シンプルに、はい、オープンタザオープン。そう、ダメなパターンが優しくならないように力強くやりましょう。うん、手がふにゃふにゃってしないようにね。でプラスちょっとグルーヴとして顎をこうやってうん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 ってつけてみると、もうちょっとノリが見えやすくなるので、そうこうやって顎をつけてみてください。つうんうん、お子さんでもできるかと思います。プッシュプッシュザザ、そうこんなイメージね。足と一緒にやってみて、えいパパ、はい、そうすごいシンプルなんだけど少し難しく見えるかと思います。うん、で次が後ろに下がる。でこれ4回後ろに下がる、
別に足の向きとかそういうのは関係ないですね。もうただ後ろ下がるだけ。4回ね。2、3、4。で、手つけながらやります。チャララ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 。チャレレレ。チャララ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 。こう後ろ下がるときは指ピラピラするだけですね。はい。タ、チャ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 ララ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 。歌的には Your body to チャ、チャ。チャララララララレ、うん、あ、はい。そう、先ほども多分注意したと思うんですけども、こう優しくならないようにと、なんか無感情でやると、うん、なんかホットケーキの良さ出ないのかなと思うので、シンプルでもなんかこう感情を入れてできるといいかなと思います。で、プラスこうできる人は腰を前にずーっと。そう、これができると少し中上級かなと思います。はい、ダレレレダラララララレ、うん、あ、そう、つよさんもこれ腰しっかり入れてて、でプラスあのつよさんの場合は16ビートザザザザっていうビートも入れてるので、もっと難しいことやってます。でホッケーキホッケーキ、でこれはつよさんが考えたやつですね。ホッケーキホッケーキ、そうで、これもこうみんなでやれたら楽しいですよね。こう知らない方とも、おお、はじめまして、楽しいねみたいな感じではい、仲良くなってみてください。はい、じゃあちょっと厳選してこちらがラストになります。スーパーミラクルジャーニー、ジャーニーさんにね、あの思いを込めて、はい、作りました。私も、うん、もうジャーニーさんが本当にもう素晴らしい方だっていうのはこう目に見えてなくてもわかることなので、はい、もう本当にキングだなと思って、王冠をこうまず作って、で頭の中もう回転のなんて言うんだろう、速さだったり、あれだけのアーティストさんを育てるもう素晴らしさの脳内っていう意味で、こうくるくるってこう頭を回してます、頭を回してます、頭の中を回すように指を回してますね。王冠作って指回して、ジャニーさんに向けて2本指で天に捧げる、うん、で足は左からこうずっとステップ踏む感じですね、うん、これも別にそんな難しいことしなくて全然大丈夫です。こうやって普通に軽くステップするだけでも OK です。手をつけながら王冠作ってくるくる、はい、ジャニーさんに向けて、さ、指を2本、スーパーミラクルジャーニーザーレッテンって感じで、スーパーミラクルジャーニー、はい、うん、かわいいですね。はい、なんかこうかわいくこう指とか使えるようになると、うん、すごくいいかなと思いますね。スーパーミラクルジャーニーザレッザ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 、はい、そうで、ちょっと中上級の話をすると、こう首とか角度とか自由に入れたりとか、あと膝を曲げたりとかするとかっこいいです。はい、で次いきます。ブンカカブンカカカ、はい、ブンカカブンカ、そう、ちょっとリズム、そう、面白く作ってます。ブンカカブンカカカカ、はいはい、手はまあここら辺に自然に置いてもらって、肩だけでリズム取るようなイメージですね。にーザッ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 ザ、ブンカカブンカカカカ、ブンカカブンカカカカ、私が今ブンって言ってるのはこう気持ち膝曲げてっていうイメージですね。はい。はい、ザッザッザ、ブンカカ、
ブンカーカーカー反対カーカーザザザザザで同じことの繰り返しリピートです。はい、ズンズンカダダダズンダダ右ズンカカズンカカカカ、はい、こんな感じです。はい、ちょっとテンポ早く、えい、スーパーミラクルジュアンにされてザザザレブンカカブンカカカカブンカカブンカカカカスーパーミラクルジュアンにされてザレテレテブンカカブンカカカカブンカカブンカカカカ、はい。うん、なんかこう硬くならないでってことをお伝えしたいですね。はい、硬くならないように、うん、ただ乗るだけ、後ろにこうこういうのアップって言うんですけど、アップでこう乗りながらやるといいと思います。それが手つけてでも同じこと、うん、で手だけでもいいんだけど、慣れてきたらこうね、自然に首動かしたり膝を曲げたりしてみてください。ズンカカカカブン、とにかくハッピーに、そうシリアスな顔にならないように気をつけて、ザザザジュアンにつれてザザザレツブンカカブンカカカブンカカブンカカ、はい、スーパーミラクルジュアンにつれれれツツレ、これみんなでやったら絶対ジャニーさんも喜ぶと思うんですけどね。はい、こんな感じで、もっとね、いっぱいたくさん、振り付けはあるんですけども、まあちょっと厳選して絞ってやってみたので、はい、皆さんでこのおうち時間を楽しんでダンス一緒にしてみましょう。ありがとうございました。 Thank you for watching.